はい、こんにちは、116インズです。 FA 市場も開きまして、早速コンフ最初の FA 契約結ばれましたね。ドジャースがヤンキースから FA となっていた先発投手のアンドリュー・ヒーニーと契約したと昨日発表がありました。契約内容は年俸850万ドルの1年契約。後でも触れますが、今期のヒーニーのパフォーマンス考えるとちょっと割高な印象の契約ですが、それだけドジャースとしてはヒーニーに期待を寄せているといったところでしょうか。ドジャースはコンフ、マックス・シャーザーとクレイトン・カーショーの2人が FA で退団する可能性があり、シャーザーは残留の可能性があると言われている一方で、カーショーに対してドジャースは予想外にクオリファイングオファーを提示しない判断を下したので、移籍の可能性が高まっています。カーショーの地元に近いレンジャーズに移籍するのではなんて噂もありますし、ドジャースを離れる姿は正直想像はできないものの、先発陣に穴が開くことも想定した早めの動きなのかなと思いました。さて、このオフ FA 契約第1号となったアンドリュー・ヒーニーについて簡単にご紹介しますが、2015年から今年の途中までエンゼルスでプレーしていた先発左腕ですね。大谷選手と共にローテーション入っていましたので、日本人選手を中心にメジャーを追っているという方も結構彼の名前を知っているよという方は多いのかなと思っています。まあ、エンゼルス時代ものすごく成績が良かったとまではいかないので、良くも悪くも知名度が高いといったところでしょうか。で、ドジャースとの契約となりましたが、実はヒーニーにとって今回が2回目のドジャース在籍となります。といっても前回の在籍時にドジャースでプレーしたわけではなく、2014年のオフにマーリンズからエンゼルスへ移籍した際、ドジャースを経由してのトレードとなったため、数時間しか在籍しなかったからなんですね。あまりに短い1度目のドジャース時代ですが、ヒーニーもユーモアを聞かせて本人のツイッターでドジャースに対して思い出をありがとうと、なんか長年チームでプレーしたようにも見える、まあ、そんな感謝のツイートもしていたんですけれども、今度こそドジャースでのプレーが叶いそうです。2012年ドラフト全体9位指名を受けたこともある元トッププロスペクトで、ずっとエース候補としてエンゼルス来てからも期待され続けていたんですが、なかなか才能開花とまではいかず、今年のトレードデッドラインでヤンキースへトレード。ヤンキースでもお世辞にもうまくいったとは正直言えないような投球内容で FA 市場に出ることとなりましたが、1年契約とはいえ昨年の年俸の675万ドルを上回る850万ドルの契約をゲットし、早々に FA 市場を後にしました。ヒーニー側としては大満足の契約なのではないでしょうかね。それくらい今回の850万ドルの年俸は私個人としても結構高いなと感じたものです。今季エンゼルスとヤンキースで計30試合にヒーニー登板しましたが、防御率は 5.83。 もちろん防御率が投手の実力全てを表しているわけではありませんが、今季120回以上投げたピッチャーの中では MLB ワースト3位に相当する成績ですので、まあいいわけではないですよね。エンゼルスでプレーしていた時も不安定なピッチングが続いて、先発として計算できる存在ではありませんでしたが、ヤンキースに移籍してからもそのピッチングに変わりはなく、とうとう我慢できなくなったヤンキースは途中から彼をブルペンに回し、立て直しを図りましたが、状況は変わらず、レッドソックスとのワイルドカードゲームのロースターにもヒーニー入ることができませんでした。今季のヒーニーのピッチングで一番の問題、一番彼を苦しめたのはやはりホームランの多さでしょうか。129回3分の2を投げてホームラン29本も打たれてるんですよね。9イニング換算でちょうど2本ぐらい。これだけ長打を浴びているような状況ですと、防御率が MLB ワースト3位まで悪化するのも納得です。今季のヒーニー正直あまりいいところがなかったですし、むしろ前半戦のエンゼルス先発陣がボロボロだった理由の一つだったくらいですが、それでもまあ彼のポテンシャルに期待して今季の彼の年俸よりも少し安いくらいの金額、まあそうですね、例えば600万ドルくらいの金額で契約するチームは出てきそうかなとは思っていましたが、まさか850万ドルもポンと出す球団が早々に現れるなんて思ってませんでした。ドジャースはヒーニーをうまく活用することに相当自信を持っているのかもしれません。また今回のヒーニーの契約ですが、オフが始まってすぐに800万ドルくらいの1年契約を結んだ先発左腕といえば、昨年のロビー・レイなんかもそうでしたよね。レイも昨年オフが始まって早々にブルージェイズと1年総額800万ドルの契約を結んで、当時はちょっと高すぎるんじゃないかなと思ったものですが、結果レイが今季サイヤング賞クラスのパフォーマンスを見せて、ブルージェイズの契約の正しさを証明するシーズンとなりましたよね。ドジャースとしてもこのヒーニーもレイと同様にブレイクしてくれることをおそらく期待しての契約なんでしょう。レイとヒーニーは共通点がそれなりにあって、契約の規模もそうなんですが、共に奪三振能力に優れる先発左腕ですし、で、契約前年は結構悲惨な成績を残してしまった。レイで言えば2020年は防御率 6.62 で、ヒーニーも防御率 5.83。ポテンシャルに対して800万ドル程度のお金を投じた構図で言えば、両者の契約は近いのかもしれません。
ただ実績面ではレイに分があり、レイは2020年こそひどい年であったものの、ダイヤモンドバックス時代はオールスターに選出されるくらいのシーズンを送っていますし、2015年から2019年にかけて一定レベルの MLB の先発として活躍した一方で、ヒーニーは MLB の1000球の先発投手と呼べるようなシーズンをまだ送ったことはないですし、シーズン100回以上投げた年も今年がキャリアで3回目です。先発投手としての実績面で劣りながらも、レイを上回る契約となったのは個人的には少々意外ではありましたね。もちろんドジャースがそれだけヒーニーに期待を寄せたくなる気持ちもわかりはするんですよね。防御率こそ散々だった今季のヒーニーですが、奪三振率 10.8 に対して予球率は 2.8 と、コントロールに苦しむタイプではなく、しっかりゾーンに投げ込みながら一定水準以上の三振も奪えてはいるんですよね。昨年までのレイはヒーニーと同じく三振は多いけど、と同時にとにかくストライクをコンスタントに投げることに苦労していたため、フォアボールも多い状況でしたので、ヒーニーに関してはその問題はないと。またヒーニーのフォーシームも球速は90マイル台前半ですが、スピンがよく効いていて、今季の平均 2443rpm は MLB 上位 10% に相当する数字です。そしてメインの変化球であるカーブも空振りを奪える球種となっていまして、今季空振り率は 35.1%。 ヒーニーのキャリア最多となる180イニングを投げた2018年にはカーブで空振り率 42.7% を記録したこともありました。こういった要素を並べてみますと、エース候補としてずっと期待され続けた理由というのもわかりますし、ドジャースも彼の持つ可能性を引き出すことができれば、850万ドルではむしろ安いと言えるくらいの選手になれると考えているのでしょう。ただ当然ながらそう簡単にうまくいくものでもないとは思います。とにかく長打、ホームランを減らさないことには、成績の改善には期待できそうにもないですし、また彼はゾーン内に投げ込むことはできても、細かいコマンドに優れているわけではなく、結構早いカウントからの失投も多い印象がありますね。今季打たれた29本のホームランのうち、打席の3球目までに打たれたホームランが19本もあって、特に早いカウントであれば、フォーシーム中心の配球で攻めたところを、ボールが要求よりも甘くなってしまって痛打されているのかなとも思いました。またヒーニーはカーブをかなりボールゾーンに投げ込む傾向にあるようでして、もともと球種がフォーシーム、カーブ、チェンジアップとかなり限られている中で、ストライクゾーン近辺に来たボールはほぼまっすぐとバッターに絞られてしまっているのももしかしたらあるのかもしれません。ドジャースでは同じ先発左腕のフリオ・ウリアスが年々カーブの割合を増やして、しかも結構ゾーン内に投げ込んで成功を収めてきていますので、ドジャースもヒーニーのカーブの使い方多少アレンジを加えるのかなと思っています。ドジャースがいかにこのヒーニーのホームランの多さに対処するかは純粋に気になるところではあります。コントロールに苦しんでいたレイと比べるとヒーニーの問題はコマンドがかなり影響していそうなので少々根深い印象もあります。1年で果たしてコマンドが劇的に改善するかは何とも言えないところではありますが、様々な選手の才能を開花させてきたドジャースなら、うまくヒーニーの活用法を見出す展開も全くゼロではおそらくないでしょうし、少なくともチームは自信があるのだと思います。永遠のエース候補のヒーニーも来年31歳の誕生日を迎えます。果たしてエース候補を脱して真にエースと呼ぶにふさわしいパフォーマンスを来年見せてくれるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。